どうもシュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、私とデュークとそしてライトニングマックイーンやカーズの仲間たちと一緒に旅行に行ってきました。その旅行でたくさんレースをして鍛えたんですけども、帰りにフェラーリのクロムとそしてライトニングマックイーンの親友のメーターがいなくなってしまいました。そして今日はレース当日なんですけども、とりあえずちょっとみんなのことを映したいと思います。みんな旅行から帰ってきましたよ。そしてデュークカブーンは何回も何回もディズニーリゾート走ってかなり鍛えられました。でも結局帰りになりましたけども、メーターとクロムがいなくなって見当たりませんね。はティア、俺はひどく緊張している。今日がついに本番だ。俺が負けたらこのトイストーリールームのおもちゃ全員捨てることになってしまうのか。 Yes, we can だ。そうだねデューク。でも緊張しないで、いつも通りリラックスして走れば絶対に1位になれますよ。それにですね、シュンス TV、ポリスステンチ、我々おもちゃはジェニーちゃんのスクリーンロケーションでレースの様子をこの部屋から見ていたいと思います。そして随分と仲間が増えましたね。そうなんですよ、旅行中にいろんな仲間が増えました。ヘリコプターのダイナコやイタリアのレーサーフランチェスコ・ベルヌーイたちも。アーマークイーン、今日は俺も応援してるぜ。ポルシーやプレセコーザー。フェラーリのクロムいなくなって僕ら悲しい。ママ、やあこんにちは。何をしているのかね。いよいよ今日がレース本番だぞ。ああそうそう、お前のパソコンの中にレース会場までの地図を送っておいた。今から1時間後そこに集合だ。私が手に入れたイタリアの最強レーサーを教えてやろう。マクイーン、ごめん、僕捕まっちゃったんだ。クロムから散歩しようって誘われて、そしてそのままついて行ったらさ。おい、ライトニングマックイーン、イタリアの最強レーサーは俺だ。フェラーリという理由で俺はレース会場に出ることができなかった。そしてお前は天才ルーキーと言われていたが、本当の天才は俺だ。お前が1位にならなかったらこのメーターを壊すからな。ロッゾ、ちょっと待ってくださいよ。そうか、あのエンジンはクロムのエンジンだったんですね。確かにちょっとフェラーリっぽい感じはしましたけども、そしてロッゾのスクリーンロケーションの映像でいかにもずっとアンティークショップにいるかのようにやってましたけども、それにマックイーンの大切な車ってメーターのことだったんですね。そうか、だからあの時マックイーンさんもデューク・カブーンもすごくかっこいい。僕はレースするところが生で見てみたいよ。マックイーンさんの試合が見てみたいですって言って背中を押したんですね。それでこの契約を無理やり結ばせたんですね。くそー、皆さんクロムに騙されました。クロムは実は悪いやつだったみたいです。そして最強のレーサーみたいなんですけども、とりあえず今すぐにそのレース会場に向かいたいと思います。おもちゃたちはみんなここで待っててね。カウンダークしてね。皆さん、ロッツォが指定してきたレース会場に来ました。すごく広いコースなんですけども、泣いても笑っても今日が本番です。デュークが1位にならなかったらシュンズ TV は終わりになってしまいます。そしてマックイーンたちとみんなでここまで来たんですけども、おー、クロムが来ました。皆さん、クロムが現れましたよ。こっちに向かってクロムが来ました。俺が必ず勝つさ。マックイーンなんて俺の2番手、リュークなんて話にもならないぐらい弱いね。なんだと？それにメーターもいるじゃないか。ティア、本当だ、メーター。ちょっと大丈夫メーター？誰も僕に近づかないで。どういうことメーター？クロムは僕に爆弾を仕掛けてきたんだ。クロムが1位になったら自然と爆発するようにプログラムされてるみたいなんだ。マジかよ。そうか、だからメーターはそこから動かないんですね。ママ、全員レース会場に到着したみたいだな。ルールをおさらいしよう。1位になったものだけが大切なものを失わないで済む。デュークが負けたらおもちゃを全部捨てる。マックイーンが負けたらメーターが爆発する。そしてクロムが負けたら二度とレースをしない。プライドを失う。そうそう、スタートラインを越えてからゴールに到着するまで他の車の妨害をしてはいけない。これでどうかね。ロッツォ、わかりました。その契約
でいきましょう。誰が1位になるか本当に分かりませんけども、シュンズ TV はデュークを信じたいと思います。それでは早速レースを開始したいと思います。みんなが見守る中、そしてメーターは1人だけ遠くで見守っていますけども、マックインなら絶対に勝てる。だってマックインは僕の親友だし、世界一のレーサーだから。そうだよねメーター。クロムが1位になった瞬間にメーターの爆弾が爆発して終わってしまいます。そしてこの線がゴールラインでございます。果たして誰が1位になるんでしょうか。それでは行きます。スタートまで3、2、1、スタート。どういうことだよどういうこと。クロムが急にデュークを攻撃し始めました。バイクを壊しましたよ。マックインは一人で勢いよく出ていきましたけども、ちょっとこれはどうなってんですか。妨害しちゃダメじゃないですか。おいデューク、お前なんて雑魚だ。スタートする価値もない。だからお前はここで引っ込んでろ。はてや、急に俺に突っ込んできたぞクロムが。よくやったぞクロム。ああ、ルールをもう一度おさらいしよう。スタートラインを越えてからゴールまでの妨害はなしだ。つまりスタートラインを越えるまでは妨害するのはありということだ。あとはマックインだけだ。デューク多分さらばだ。ちょっとデューク大丈夫。ははてや、申し訳ない。バイクを思いっきり壊されてしまった。バイクがないと俺はさすがに走ることができない。 Yes we Canada。 嘘だろ。卑怯だぞクラム。そんな攻撃をするなんて。デュークは1位になれないってこと。じゃあ僕たちはどうなっちゃうの。おい偽ゴジラ、わからねえのかお前。俺たちは捨てられるんだ。あ、そうだ、そういう契約になってる。これでトイストーリールームはおしまいだ。デュークが負けた。我々に勝ち目はない。神様、皆さん、まさかのクロムに妨害されてしまいました。デュークはバイクごと吹っ飛ばされてしまって、そしてスタートができません。これでシュンズ TV の終了が決定してしまいました。バイクがない以上、デュークが足で走ってもさすがにマックインとクロムには勝てません。もうマックインもクロムも行っちゃいましたからね。なので今まで応援してくださって本当にありがとうございました。デュークカブーンは3位がこれで決定してしまいました。ちょっと待ってください。あれ、マックインが戻ってきましたけども、どういうことどういうこと。マックインが戻ってきましたけども。おいマックイン、それはあまりにも無謀なんじゃないか。お前が負けたらメーターだって爆発するんだぜ。ちょっとデューク、マックインは何て言ってるんですか。はてや、本当かマックイン。俺の背中の上に乗れって言ってる。え、どういうこと。マックインはこんなことは許せない。デュークと一緒に俺はゴールを目指すとそう言ってくれてるぜ。 Yes we can。 マジかよ。ちょっと時間はないよ、時間は。マックイン、神様、言われた通り背中に乗せたけど、マックイン、これで大丈夫なんですか。それにマジで時間が。おお、いった、行きましたよ。マックインはデュークと一緒にゴールするってそう言ってましたけども。まさかのマックインが戻ってきてくれました。そしてデュークを背中に縛り付けて勢いよく飛び出していきましたよ。でも圧倒的にクロムの方が先にスタートしましたので、クロムに追いつける可能性はかなり低いです。クロムもめちゃめちゃ速いレーサーでございますからね。大丈夫なのかな。大丈夫、親友のマックインは最強のレーサーだから絶対に追いつけるよ。それにシュンさんも僕に近づかないで、僕の体には爆弾があるんだからさ。そうか、ごめんねメーター。いやー、なんかそわそわしますね。とりあえずマックインもですね、クロムも全然見えてこないんで。見えてきました。これ映りますかね。今クロムが見えましたけども、その後ろからマックインがすごい勢いで迫ってます。おお、マックインが今にも抜かしそう。ちょっと待ってください。マックインが抜かしそうな中で、クロムが思いっきり転倒しましたけども、いやー、みんな今見てましたか。マックインが、よいしょ、ちょっと遠いですけども、クロムを抜かそうとした瞬間、クロムが突然転倒し始めましたよ。あー、なんていうことだ。ゴール直前に俺はスリップして転倒してしまった。そうなんだマックイン、じゃあチャンスだよ、今のうちにゴールしちゃおう。はてや、どうしたのデューク。マックインさんは言っている、クロムを起き上がらせてあげるとな。でもそんなことしたら、だってもうゴールはすぐそこなんですよ。ティア、マックインさんは言っている、レースで勝つことよりも大切なことがあるとな。マジかよ。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。マックインが本当にクロムを起こしてあげましたよ。ああ、マックインさん、本当にありがとうございます。でもやっぱりお前はバカだな。俺が1位に決まってるだろ。ちょ
と、クロム、どういうこと、どういうこと。ママ、ああ、よくやったぞ、クロム。作戦通りだ。マックイーンに抜かされそうになったら、わざとスリープして転倒しろと言った。そうすれば、マックイーンは助けに来て、その隙にゴールしてしまえとな。ロッツォ、マジかよ。そんな作戦ずるいですよ。ちょっと、そんなずるして1位になろうとして、やばい、クロムがもうゴールしそうです。あ、でも、マックイーンがめちゃめちゃ勢いよく迫ってきてます。ちょっと、どっちが勝つんだろう、どっちが。もう間もなくゴールです。リュークとマックインの同一1位だ。爆弾解除。わあ、爆弾が勝手に解除された。そうか、クロムが1位になってないからだね。なんという試合だ、マックイン。お前は最強のレーサーだ。皆さん、まさかのデュークとマックイーンの同一1位でございますよ。なのでメーターの爆弾も解除されましたし、そしてシュンズ TV はまだまだ続けることができます。本当に良かったです。おお、デュークとマックイーンがなんか話してるんですけども。はっは、ティア、マックイーンさん、本当にありがとう。心から感謝する。 Yes, we can. わあ、やっぱりマックイーンかっこよかったよ。デュークさんを背中に乗せて2人で1位になるなんてさ。そうですよね。マックイーンとデューク、本当にありがとうございます。今からみんなで一旦トイストーリールームに帰りましょう。ママ、あ、みんな、ライトニングマックイーンがデュークを背負って、そして一緒に1位になってくれたおかげで、メーターの爆弾も外れましたし、そして私がおもちゃを捨てることもなくなりました。ティア、ライトニングマックイーンさんは真の王者だ。そうだね、やっぱり勝ちにこだわるよりも多くの仲間を大切にする、そして時にはゆっくりすることも大切なんだよね。そうですね、本当にみんなの言った通りでございます。デュークもライトニングマックイーンも素晴らしいレースを見せてくれました。ライトニングマックイーンたちはまたラジエータースプリングスに戻ると言っていました。またいつかどこかで会えたら嬉しいんですけどね。そして本当に最高のレースを目の前で見せてくれました。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。そして今回レースをしてくれたこのフェラーリのクロムがですね、もういい心になったということで、抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。本当にごめんなさい、私も悪いことをしてしまった。もう絶対に悪いことしないからと反省しています。シュンズ TV オリジナルのカーズキャラクターでございますからね。そしてなんとこの大きいヘリコプターのダイナコ、ちなみにこれ、ここがカパって開いて物を入れることができます。トミカのおもちゃとかそういうのもちゃんと入りますのでね。さらにこのライトニングマックイーンのマスクケース、ちなみにポケットティッシュなども入ります。これ全部をまとめて抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。応募方法は下のツイッターのフォローとリツイートでございます。どしどしご応募お待ちしております。プレスイヤプレスコーダーデュークカブン、グイドが頑張ってバイク直した。これで元のバイク走れる。はティア、ルイジとグイド、本当にありがとう。そしてマックイーン、他の仲間たち、俺はみんなに出会えて嬉しいぜ。僕たちもだよ、会えて嬉しいよ。ラジエータースプリングスに帰るけど、もしもルート66通ることあったらみんなで遊びに来てね。はティア、もちろんだ。ラジエータースプリングスに行っても元気でいてくれ。 Yes, we Canada。